皆さん、ごきげんよう。今日は、なんと、シュワバムにプリンセス姫スイートオリジナルモデルが出ました。その名も、シュワバムプリンセス姫スイートカップケーキセットだよ。はい、これね、姫ちゃんがね、デザインしたり色を決めたものばっかりなんだよ。姫ちゃん頑張ったね。あなたデザイナーさんですか？まだね。でも姫ちゃんの夢にちょっと近づけたかな。じゃーん、真ん中に姫ちゃんプロデュースのシワバムだよって書いてあるよ。ほら見て、パパ子がさ、猫足バスタブで優雅にバスタイムしてるよ。早くバスボム作りなさいよ。あ、そういうことか。シュワボムってなーに？皆さんごきげんよう。おしゃれ女子たちに送るかわいい手作りバスボムだよ。本物のスイーツみたいなバスボムをお風呂に入れると、シュワシュワいい香り、世界で一つ。自分で作ったバスボムね、癒しのバスタイム。あのね、いろんなパーツがあるんだけど、これ全部姫ちゃんデザインなんだよ。うん。そしてこのラベンダー色、これね、プリンセス姫スイートのこのモデルにしか入ってないの。オリジナルカラーだよ。はい。デコパーツや道具はスペシャルキラキラカラーだよ。これ姫ちゃんが決めたの。そう。そしてシュワゴムの中に姫ちゃんがデザインしたデコパーツを入れてサプライズしてもいいからね。うん。それでは開けるよ。はい。せーの、オープン。中に入っていたのはこちら。はい。これが姫ちゃんがデザインしたキラキラパーツだよ。はい。これがティアラでしょ、これがお城でしょ、これが馬車でしょ、これがドレス。作る道具もキラキラなんだよ。そう。ボールもキラキラなの分かるかな。それでは作り方を説明するよ。はい。まずはバスボムかっこスポンジの作り方。はい。1番、ボールにバスボムの粉 A 一袋を入れてから、計量スプーンの小さい方で水を1杯入れてね。では早速作っていきますよ。はい、はい、まず A から。そう、その前にこれ作業シートをちゃんと敷いてください。はい。それで A です、奥の言う通り。そして姫ちゃんは計量スプーンを持ってください。はい、持ちました。すごいキラキラで綺麗だね。うん、キラキラしてるよね。まずこの2つを入れる。そう、 A はパープルとピンク色、2種類あるけどどっちがいい？パープル。はい。奥くん、このパープルは今回このプリ姫モデルにしか入っていません。すごい、レアですよ。レアだ。せーの、オープン。いい香り。いい香り。うわ、超いい香り。わ、いい香り。この中に入れてください。ラベンダーの香り。わ、すごい綺麗な色。うん、いい香り。うん。そしたら次は計量カップの小に水を入れて、この中に入れてください。計量スプーンの小一杯入れます。はい。せーの、はい。はい。わー、あ、すごい、色変わったよ。わたあめみたい。水を入れるとこんな感じになったよ。2番、バスボム混ぜ棒で粉の色がすべて変わるまでよく混ぜよう。はい。ボールを手でしっかり押さえてね。はい。色の粒があったらこすって混ぜてね。はい。オウくん、バスボム混ぜ棒で混ぜてください。はい、頑張ってね、気をつけて。混ぜ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 、回して回してぐるぐる、混ぜ混ぜ混ぜは今できました。はい。はい。それでオウくん、綺麗に混ざったかな。うん。わ、すごい綺麗。綺麗だね。こんな感じです。はい。3番、2で混ぜたバスボムの粉 A にバスボムの粉 B 一袋を加えて、もう一度バスボム混ぜ棒でよく混ぜよう。はい。ダマがなくなって均等になるまで混ぜてね。はい。次 B 入れるよ。はい。せーの、オープン。おー、あー、いい香
甘いよ。うん、甘い香り。なんかグミに合いそうだけどね。確かに。入れるよ。はい。お、たっぷり入ってる。うん。そしたら、おくん、もう一度混ぜてください。はい。気をつけてね。はい、くるくる、混ぜ混ぜ。だんだん色が変わってきた。ほんとだ。そうそう、こうやってね、おくんみたいにね、丁寧に混ぜるといいんだよね。うん、みんなもやってみる。A と B、一緒に混ぜたよ。はい。4番、混ぜ終わった粉をカップケーキ型の A、B に入れよう。A、B それぞれをパスボム混ぜ棒で押し固めよう。それでは、おくん、混ぜた粉をカップケーキ型に入れてください。はい、頑張って。気をつけてね。ギュッギュッギュッって押すんだって。そっか、上手じゃん。上手。いいぞいいぞ。まだ入る。いいぞいいぞ。少しね、盛り上がるようにしたらいいんだって。ちょっと入れよう。うん、これくらい。お、いいねいいね。はい、それギュッギュッギュッ。お、いいじゃんいいじゃん。上手。うん、オッケー。オッケー。こんな感じにできたよ。はい、次は私がカップケーキ型に入れるよ。はい、はい、ギュッギュッギュッ。よいしょ。ギュッギュッ。お、いいぞいいぞ。よし、オッケー。はい。5番、バスボムの中にデコパーツを入れたい場合は詰め終わった A に馬車かドレスを一つだけ乗せてね。はい。お風呂で溶かすと出てくるよ。はい。そしたら、姫ちゃん、好きなデコパーツ持ってください。はい、このドレスの水色のキラキラデコパーツ。はい、それを今作ったこの真ん中に乗せてください。こんな感じに置いたよ。6番、カットケーキ型 AB 両方に詰め終わった2つをギュッと合わせよう。はい、次はくっつけます。はい、慎重に慎重に。やらないとなんで。頑張れ。せーの。はい、ギュッ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 。いいよ。7番、カップケーキ型の B を下にして A を真上に取り外してね。はい。そこにペーパーカップをかぶせよう。はい、はい、それでは外すよ。はい、せーの。まっすぐだよ。おお。やった、できてる。きれい。8番、ペーパーカップを手のひらで上から優しく包み込み上下をくるっとひっくり返してね。はい。カップケーキ型の B を小刻みに揺らしながら真上に取り外してね。はい。そしたらもう完成です。はい。そしたら、姫ちゃん、手を出してください。ペーパーカップを手で優しく形合わせてよ。はい。それで手を当ててください。はい。それでこう、せーの。よいしょ。それまっすぐ、そーっと。おお、綺麗。うん、綺麗。こんな感じになりました。1日経ってバスボムが固まりました。はい、どんな感じかお見せします。はい、こんな感じで固まっているよ。はい。あ、ちゃんと固まってるよ。硬い？うん、硬い。大丈夫そうだね。あ、こっちも大丈夫。クリームの作り方1、絞り袋の入り口を外側にくるっとまくろう。口金を絞り袋の中に入れてね。それでは、クリームを作ります。はい。まずは絞り袋に親指を入れて、はい、くるっくるっ。お、いいよいいよ。はい、オッケー。はい、次は口金を絞り袋の先から出してください。はい。そうそう、そうやってセットして。よいしょ。どうどう。よいしょ。お、いいんじゃない。よし、できた。できました。はい。クリームの作り方2、バスボムを作成した後に洗って乾かしたボウルに同じ色の
クリームの粉を2袋と計量スプーンの大きい方で水を1杯入れてね。クリーム作りをします。はい、姫ちゃんが選んだのはホワイト。はい、このクリームの粉ホワイトを入れていきます。はい、では作りましょう。はい、オープン。オープン。まず1袋も入れます。はい、入ります。あ、次は2袋目。オープン。オープン。入れます。はい、入れ終わりました。はい、次は計量スプーン台の方で水を1杯入れてください。はい、はい、入れてください。入れます。はい、クリームの作り方3。クリーム混ぜ棒をしっかり握って水分が全体に行き渡るようによく混ぜよう。粘り気が出てきたら完成だよ。クリーム混ぜ棒で混ぜます。はい、しっかり握って水分が全体に行き渡るようによく混ぜてください。はい、これ粘り気が出るまでだったよね。そうだよね。混ぜ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 回して回してぐるぐる混ぜ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 回して回してぐるぐる混ぜ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 回して回してぐるぐる。もういいかな。お、すごい。持ち上げてみて、どんな感じ。お、いいんじゃない。あ、粘り気出てるよ。出てるね。クリームの作り方4。クリームをクリーム混ぜ棒で絡め取って何回かに分けて絞り袋に入れよう。作ったクリームを絞り袋の中に入れるよ。はい、まずはクリームを取ります。はい、入れるよ。はい、奥まで入れて、うん、そうそうそう、ぎゅーっと握るんだよね。はい、よし、よいしょ。お、上手じゃん。クリームの作り方5。まくっていた絞り袋を元に戻したらクリームを口金の方向に寄せてね。ねじったら完成。早速絞ろう。次はまくっていた絞り袋を元に戻してください。はい、こうやって戻すんだね。そうそうそう。はい、オッケー。それでねじってください。うん、よいしょ、よいしょ。はい、できました。はい。3、デコレーション。姫ちゃんだけの特別なデコレーションを教えるよ。特別な作り方があるんだって。絞り袋の持ち方、ねじった部分を親指と人差し指で挟んで親指以外の指でクリームを優しく包もう。絞り方、組み合わせはいろいろ。パッケージの写真も参考にしてみてね。ほら見て、姫ちゃん、渦巻きとフリルとハートもできるんだって。うん、姫ちゃんデラックスに挑戦。1、下から上へ中心に向かってまっすぐ絞るよ。2、丸くまとめてね。3、王冠のデコパーツ、姫ちゃんそっくりのデコレーション。はい、今回姫ちゃんも姫ちゃんデラックスに挑戦します。はい、頑張ります。うまくできるかな。うん、姫ちゃん。はい、いきなり姫ちゃんデラックス作りますか。作ってみます。頑張れ。うん、いくよ。はい、下から上、まっすぐ。はい、これ繰り返すんだね。そうそうそう。よいしょ、よいしょ。そう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 。姫ちゃんが姫ちゃんデラックスを作っています。うん、姫ちゃん真剣です。うん、難しい。はい、次は上部分を作ります。うん、頑張れ頑張れ。うん、こんな感じかな。お、いいじゃんいいじゃん。丸くならなかったけど。丸くなってるよ。うん、次はデコパーツをつけます。うん、はい、デコパーツ置くよ。はい、どう。お、かわいい。
横から見るとこんな感じだよ。はい、ひめちゃんデラックス完成。はい、次はピンク色のクリームを使って、はい、シュワバムを作ります。はい、フリルとひめちゃんデラックス、このピンク色のクリームで作るよ。はい、まずはどっちから作るの？どうしよう、デラックス行く？頑張れ頑張る。それではスタート。スタート、頑張れ頑張れ。よいしょ、ちゃんと綺麗に作りたい。ひめちゃん集中しています。うん、お、なんかさっきより手際いいぞ。ちょっと慣れたんじゃない？本当？うん、周りできたよ。はい、最後は上。はい、これでいいかな。はい、それではデコパーツを選んでください。はい、紫色の王冠のデコパーツつけるよ。はい、おお、こちらが姫ちゃんが作った姫ちゃんデラックス、横はこんな感じになっているよ。くる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 。次はピンク色のクリームでフリルを作るよ。はい、コツとかあるの？あるよ。ある？いいよ、上手。はい、はい、そしてお城のデコパーツをつけます。はい、よいしょ。おお、かわいい。うん、こちらはフリルにお城のデコパーツをつけました。はい、横から見るとこんな感じです。白いクリームでハートも描きました。はい、デコパーツの使い方、クリームにデコパーツをつけてね。つきにくいときはデコパーツにクリームを絞るとつけやすくなるよ。ではこのバスボムにデコパーツをつけていきます。はい、まずね、これ立てやすいようにクリームつけます。はい、これでこの後ろのパーツをつけます。はい、こっち側も同じようにやるよ。はい、おー、いいね。うん、フリルの方は王冠のデコパーツ。はーい、王冠のデコパーツを押します。はーい、こんな感じにできました。はーい、遊び終わったら作ったバスボムは湿気の多い場所を避けて飾ってね。密閉での保存はしないでね。使い終わった道具のお手入れをしよう。ボール、バスボム混ぜ棒、クリーム混ぜ棒、カップケーキ型、デコパーツ、口金はお湯で洗ってね。洗い残った分はお湯にしばらくつけておくと落ちやすくなるよ。洗い終わったら乾いた布で水分をよく拭き取ってね。洗い残りがあると次に遊ぶ時に上手に作れないよ。絞り袋は捨ててね。口金を捨てないように気をつけてね。作ったバスボムは1ヶ月までをめどにお風呂で使ってね。バスボムは時間が経つと少しずつ香りが薄くなったり、お風呂でのシワシワが弱くなってくるよ。ひめちゃん、シワボムを6個作りました。はい、お湯の中に入れてみたいよね。もちろん。じゃあ入れるのを各種類1つずつ選んでください。はい、ひめちゃんデラックスが一番クリームの量使ってるじゃん。うん、だからひめちゃんデラックス入れてみたい。はい、それとこの水色の王冠がついてるフリル。はい、この中さ、どのパーツを入れたか覚えてる？全然覚えてない。覚えてないよね。うん、さてさて何が出てくるのでしょうか。はお風呂で使おう。クリームにつけたデコパーツ外してからお風呂に入れてね。他のシリーズでまた使えるよ。スポンジの中のデコパーツ、スポンジが溶けると中から出てくるよ。取り出してからお湯を抜いてね。クリーム、ゆっくり溶ける。手で握ると溶けやすいよ。スポンジ、シュワシュワいい香りがするよ。ペーパーカップ、外してからお風呂に入れてね。
使用量の目安は一度に1個です。それでは姫ちゃん、うん、お湯の中に入れますよ。はい、わー楽しみ、何が出てくるんだろうね。うん、あ、まずそうそうそう、ここを取るんだ。はい、デコパーツも外してください。はい、また使えるからね。うん、入れます。せーの、ポトン。じゃ、うわー、すごいシュワシュワ、わあ綺麗。あ、出てきた。え、どこどこ。ここ。あ、本当だ。これは何かな。水色のドレスかな。あ、そうだね。うん、紫色でいい香りで綺麗。すごいいい香りするね。うん。あ、ラベンダーの香り。いい香り。うん。ひめちゃんデラックス入れます。はい。ひめちゃんがひめちゃんデラックスを入れるよ。はい、そうそう、デコパーツとかもね、外してね、いきます。はい、せーの、はい、あー、すごい、うん、うわ、出てきたよ。綺麗なピンク色。うん、何が入っていたかな。紫色のドレス。え、さっきと同じ。うん、色違い。あ、そっか。うん、はあ、こっちもすっごいいい香りだよ。こちらはね、ピンキーフラワー、お花の香りがするよ。はい、とってもいい香りだね。うん、ピンク色で綺麗だね。うん、姫ちゃん、どっちの香りが好きですか。え、どっちもいい香りだからな。でもどちらかというとラベンダーの方が好きかな。あ、そっか。うん、パパこっちの方が好き。うん、2つともとってもいい匂いだね。うん、今日はセガトイズさんのプリンセス姫スイートカップ風ケーキセットのシュワボムを作りました。はい、姫ちゃん、どの部分が一番好きなの。やっぱりデコレーションするところが楽しい。うん、楽しいよね。 あと混ぜるところが楽しい。パパね、中にね入れ込むところが楽しい。何が出てくるかなって楽しみじゃん。うん、姫ちゃんデラックスは作るの難しかった。難しい、だけど完成した時にすごく可愛いね。うん、皆さんも姫ちゃんデラックス作ってみてね。作ってみてね。またねー、バイバーイ。